Welcome to Gandamon Line. Welcome to Gandamon Line. どうも、シミです。赤いターン、来ましたね。サンダーボルトです。まあ、キベレ m ック k 2はビームコーティングを持ってるので、その辺がどうなるのかーっていうのは気になるところですね。コスト320。まあ、最高速でちょっと遅めかなっていう。あ、だけど、ブストチャージがいいですね。280と素晴らしいです。潜入モードがどうなのか。シールド効果をっちない、ね。すべての攻撃ができなくなる。攻撃できなくなるんですね。移動速度が10%ある。ここを自動圧ス…すえー。 避難時のダメージ、あ、ダメージ10%上昇。作的兵器の交換範囲、あこ距離と方向が分かるようになると。クイックスイッチ、コンカス、バズーカ拡大。バズーカ爆風拡大。ちょっとなんか、特性的には、ね、あんまり微妙ない気がするんですけども。だって、地雷持ってる。<laughs> 地雷持ってるんですけど。対名声地雷ダメッセージ以来ダブル。 だってそんな武器切り替える武器持ってないでしょって思うんですけど、ちょっと特性的に恵まれてないかなっていう気はするんですけれども、どうでしょうね。ああ、だけど連射力が高いマシンガンですね。え、ね、え。なんで M 型だと非常にですね、ええー、手段性能もいいので、割と M 安定かもしれないですね。まあ、40発あるんで、F でもいい、ああ、ノーマルでもいいと思うんですけど、 スト四4連、小夷弾、小夷弾の4連と、おそれと別にロケットランチャー。核酸小弾、近距離拡散、あー、なるほど、近距離爆発型持ってるんです,ですかその回ダウンポイント超低いみたいな。普通の4連もあるし、近距離単、要は単身艦型の、ただ、 正直、このダウンポイントじゃちょっと話にならないよなぁと思いながら、いくらなんでも。あれってダウンポイントをがっつり取るから意味があるんであって。それと別に4連式のバズーカで、ヒートブレイトという感じですね。 二年式の格闘という感じではないですね。三倍ってなってるんで、単発式。で、でなぜかあ、地雷を持っているという。地雷の用途はドン。ステルスシステムは200秒。補給は可能なんで、えー、200秒、20秒ですかね。まあ、ステルスを使うシーンがどこまであるかっていうのはちょっと定かではないんですけど、地上でも使えるというところは非常に大きいんじゃないでしょうか。ご、え、く、ー、と違ってね。はい。キュベレー。 あと、セン、センゲルとゲルキャとドム高機動飛策機っていう、なかなか渋い、渋いおまけですね。うわぁ、サイコ速度速いですね。サイコフィールド持ってますね。やったね。コンカス高機動制圧、高機動カスタマイズ、コンカスっすかえス、ー、物資配置はちょっと低めという感じですね。コスト320相当という感じでしょうか。ファンデル、連射式ファンデル。これ連射式ってビームライフルみたいなものですね。で、格闘プログラム。D2 式まで持っているということですね。 えー、二年式ビームガン。まあだから、あのー、白キブレの介護官という、ただ武装は多分こっちの方が使いやすいんじゃないかな。コスト低いしっていう気はするんですよね。ただインファイトするための、まあ、ビームコーティングあるからっていうのはあるかもしれないですけど、とにかく大きい機体なので、それをいかにできるかって感じですね。二年式のビームガン。 奏者式ですね。ビームガンの、あで、切り替え式と。で、格闘プログラムですね。出し攻撃のよりは、まあ、ダウンさせられるっていうのを強制ダウンとは書いてないので、通常攻撃でのダウンはないようです。D2 式の二段式ですかね。え、威力2倍の二段式。で、ファンネル。射程距離が600と。 しっかりありますね。ただ威力がちょっと低めかなという感じはあります。F で普通のファンネルと同じぐらい。ただ弾数がちょっと少ないですね。まあ、だから介護官のファンネルを持っているという感じでしょうか。それとは別に連射式のファンネルですね。えー、DP がすごく、ダウンポイントがものすごい高いですね。133。まあだけどビームライフルみたいなもいいですね。エネルギーの消耗が激しく弾切れを起こしやすいと。 これは非常に面白いですね。えー、連写式ファンネルとファンネルが同時持ち可能なので、でしょなので、そっから、それをメインにして、まあビームガンこことここ持って、とか、ビームガンこれとこれとこれ、こんな感じかなビームガンファンネル、連射式みたいな感じでしょうかだから、なん、なんて言うんですかね、ガーベラみたいな、ちょっとしたファンネルを持つガーベラみたいな動きになるのかなという、まあ、この第一印象ですけれども。 じゃあ、せっ速くですね。一回、回していきましょう。はい。お約束です。ちゃちゃってあー、出なかったですね。せめてね、レプリカ。レプリカじゃない。養成書でもね、えー、出てくれればいいんですけど。だいたいね、こう、欲しいなって思った時は出ない。もん、そんなもんです、人間。ええー。ははいけるけは嫌ないな。もう散々あるな。 ここに来てゲルキャか。で、そこを起動したっけがドムコうドムコうくださいよ。ドムコウか。あと個人的にズサとかさ、なんかまだ GB 落ちしてない機体いるじゃないですか。ズサとか。あと何普通の、普通のクラス落ちて。えー、あとなん、ほらなんかいるんですよ。ドライゼンとかさ、欲しいんだよね。ドライゼン結構欲しいんですよ。使ってみたいっていう。はい。じゃあ、まあ、もう一回行くこれで9000円ですよ。あっさりと9000円がなくなって溶けていくっていう。恐ろしいですね、この仕組みは。 飽き売れあのー、プルツー出てきたんで、とりあえずレンタルは試せるという状況になりました。あ <laughs> っさりと9000円飛びますね。恐ろしいですね。9000円分ですよ。じゃあまあ、こっちがちょっと1500円。いつもこれをね、お布施みたいな感じでやってるんで。はい。まあ、ちょ、ちょっと。 やっぱ今回行かないですね。今回は、なんか、今回行かない回かなっていう感じなんしてるんで、してるんですよ。あと4枚。今回はいかない回かなっていう。うまく出ないかなってい。いや、私が欲しいなって思ってるから出ない。そういうもんです。 まあ、とりあえずこれで。20、うん、です。ラスままあ、とりあえずラストという感じで。えー50、50、5、5回分だから1万5千円ですかま、まあまあ、単純計算。1500円でもやってますけど、1万5千円もおおキュベレいや、でもそっちじゃねえんだけど。<laughs> なんで俺はキュベレ系に愛されてるんでしょうね。キュベレ系全部出てるんですけど。キュベレに愛され系 これでキュベレ3機揃ったぞ。金が。どういうことじゃねえ。<laughs> キュベレに愛さる系です。ちょっと赤いはじゃあ,あ、要請、要請しといてちっちゃなんかおかしい、フォルムが。<laughs> ま、まあま、あ制圧強化システムで何でもいいっすわ <laughs>、えー。何でもいいっすわ。<laughs> おコンカスっすか 格闘使えと。この機体でわかんない。格闘が超優秀かもしんないじゃん。見ましょう。赤いターン。ったったん。いやー、これ惜しい。おちっちゃい <laughs> 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 まあま、格闘プログラムをどうせやるなら、どんなもんか見ましょう。 でもこれガーベラの音ほとどんどん同じだもんね。二連装ビームガムはね、今のご時世使い、使いづらいんで。ああいうの面白いかもね。だって100しか変わんないでしょいいんじゃない集団が超下がるけど、ちょっと M 持ってみましょう。ホーバヒートてしてますけど、大丈夫かなじゃじゃとりあえず、石材料。 よし。セクセルきついね。今、今のだと、これセクセル超きつくね重いんだ、武器が。そう、強襲仕様だから重いんですね。うん、気をつけてくださいね。これ練習式のとマイナスになりますよ。ちょっと練習式見たいな。ファンネルはもうファンネルで性能み、分かってんじゃないですか。うわ。 きつ,きつとりあえずとりあえずいいんですうわ積載超きついよこれ気をつけてね武器武器をちゃんと装備してからじゃないとえぐい目に遭いますよわずか爆風拡大じゃちょっと見てみましょうか ベルファス結局、ベルファスとはマップ構造変わらないんですね。えー、もうなんか、結構え、ね、し、しんどい感じになってますけど。レースゲーですかだいぶレースゲーになってます。出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのだ。 ちっちゃいはははやばい、これは小さいうわーこれ欲しいわ、買う。うわちっちゃいマジか、こんなちっちゃいのかい思ってて全然ちっちゃいんですけど。あー、これは金当てるしかないね。久々に掘っちゃうかな。これは <laughs> こ、ちっちゃえんすやあー、マジか、こんなちっちゃいの。 ブースト歩くことが聞こえなくなるだけでブーストは聞こえますね指指揮官から指示が届いていてるぞ水,水の適正を受けるからうわーちっちゃいああこれはいいじゃないですかレンあんかいなんでこれで出さなかったんだ やべえか、ああ金欲しい金、ね、欲しい、ね、これは、いいこれは、久々に、いやだけどなこれは金、いや、息を持っておきたい、これは。しいさあはだけど、はい、この子です。ビームコーティング。どうでしょうかこれ、これが D2 式。うわっ。 大きさがこの差ですよ。ああああ。ははっ。<laughs> でかい <laughs>。すごい差がある。二発目はこれ。こうやっち、大変的ですね。 いいでしょう飽きるまでお相手しましょう格闘攻撃だということですねあ、一瞬で撃ち切るな十六発だろうわ、すげえ一瞬で撃ち切るな セミオートになるんで、すねで、吹き返すとフルオートになると。あー、これはちょっといいんじゃないこの,このは連射式ファンネルはいいんじゃないですかこっちよりもいいよね。ちっちゃい。いや、いやだけどこれ、うん、ビームコーティングだろちょっと他の格闘も見ましょう。コンカスだし。これはファッキーブ。 パネルファンあ、キュベレー3機を出すしかない。ついにキュベレで揃える時が来たようだな、みたいな。く <laughs> そだけ、うん意外。思ったよりも早くはなかった。ね、これはこれである必要性ないので、まあ多分こんな感じですよ。で、 まあ、ここに連写式ファンデルが入って、格闘が。こんな感じかな。うん、今、パッと、うん。まあ、もし近づいて、る、遠距離からこれってやって、近づいていって、みたいな。まあ、ファンデルが嫌だって言うんだったら、ビームガンでもいいと思うんですけどね。うん、ただ、思ったほど早くはないですね。 ガーベラのババ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 を私はイ,イメージしたんで、ちょっとそうでもないですね。あの、あのガーベラの攻撃速度をイメージしたんで、そう思うとちょっとね。赤ありだなぁ。これ、これ回すしかないなぁ。あと四 4, 4枚。 ま、ギリギリプレ、プレボーと、あとなんか、ラインライブのやつの、で1枚ぐらい入るから。まあ、ちょっと、かん、考えましょう。とりあえずまずは、あ、うん、回は、ちっちゃい。ちっちゃいはそれだけで価値がありますから。で、こいつに関して言うと、キュベレマークスに関して言うと、マあ、キュベレ、プル2。普通のマークスに比べると、やっぱビームコーティングがないっていう点は非常に優秀だと思うんです。あ、あるっていう点はね。 やっぱね、あいつビームコーティングがないからきついんですよ。で、ビームコーがあるってことは多少ちょっと無理が効くので、あとは格闘のモーションが速ければ、ワンチャンありますよ。そのー、あいつみたいな感じに、うん、なんだっけ、えー、バイアナ、バイアナンカスタム。これは非常にいい。マジか。<laughs> D 式全方位か。 全然進まないないこれが D 式だったのね全方位はいいんだけどこの前に進まないみたいなまあファンネルは持っておいて適当に的に嫌がらせするっていう意味でいいと思うんでまあ、F, でもいや F だと3発しか打てないからちょっとそれ補給が心配に必要になっちゃうので,、まあ、N, で N でいいかなと N か N ですね、うん ただ M にすると威力超低くなるから。これで8000。8000ダメージ。まあまあって感じですかね。練習式は非常に、いや、ちょっと。これどうかなちょっと格闘申しのしてですね。まあ、赤は、赤はもうちっちゃいだけで存在価値があるということが分かったので。 いやこれは赤い。とりあえず今日は増える今日は増えますよ間違いなく増える敵部隊を確認した。戦闘態勢に移行しろいやいいですねちょっと連邦側は、こっちだもん出撃する地点を決めるのだ <laughs> キュリに愛される男悔しいけど、あ、引きます まだこれの方が、まだまだ、あ、これだ、これだって前に行きながら行くし、いいんじゃないかな。あこっちの方がいい。これは非常に T 式を使いやすいですね、うん。前に進みながらっていうのはいいっすよ。なんか、あれに当たってるんだけど。地雷、地上、当たり判定実はすげえなんかわけわかんなくあるのか ねえ。あ、本体にあるとか。いや、わかんねうん、これはいい。T 式安定ですな、うん。T 式安定。前にちょっと進みながらやるんで、本当はね、D2 式がもっとなんか、がバイランカスメでビチャーンって突っ込んで、そこでガガガガって回る、をやるだったら、やべえなってなったんですけど、そうでもなかったですね。 チャートを押しに見て、えー、終わりましょうかね。なんか欲しいな。<laughs> まだ言ってる。なんか欲しいんだよこれね。本作戦は敵機及び敵拠点の殲滅だ。出撃準備、まあ。強い弱いっていうよりも、非常にいい小さいとそれだけで勝ちる。 これダメだ。こうやって前面の方がいい。いいこれが出し攻撃です。左投げ。これは使いづらいわ。いくらなんでも。しかも伸びないし、そんなに。まあ、格まあ、ぶっちゃけ格闘持たなくてもいいと思うんですけど、そうか、格闘、ねえ、コンカツだから持ってるんですけど、ぶっちゃけ他のでもそんなに、うん、持ってる必要ないかな。 通りなんだろうこれか。まあ、それでもありなのかもしれないですね。ええー。パンネルから練習やって、えー、ちゃんと潰すみたいなね。まあ、M の方がいいのかな。うん。集団もうちょいやるといいんだけどなーって感じですね。これはねー、あ、だけど M 型が、ちょっと集団見てみましょうか。 ビーームシュートあったらよかったたらかね今なんだかんだ言ってまあそのうちどうにかなるかもしれないですけど今やっぱり正直ですね格闘は不毛あの格闘はかなり不毛な時期です、まあ、北極バトルエリアとかだったりですけど積極的に狙いに行く武器ではないので今格闘冬の時代ですから格闘とショットガンは割と冬単発ね連射式のショットガンは別ですけど冬の時代ですから戦闘開始する 出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決める。あ、それち変わっていくるでしょうけど。あ、連射もそんなに効かないね。さすがに面倒だな。これ通常です。あ、これ前に滑りながらて。まあ通常でもありかと思いますが、なんか変な動きするので。ねね。 そろそろフィナーレにいたしませんかまあ、射撃メインでもいいですし。まあ、射撃を格闘を持つなら T 式安定。まあ、D2、D2 式でもいいですけど、その場から動かないので、まあ、だ、あのー、T 式安定ですね。D 式は全く動かない。あれは死にに行くの。という感じですかね。 ええー。アイテムコード。これ、共通なのかなで、どっちかのアカウントでしか使えないはずなんで。まあ、あとは、まあ、油断ですな。これ入るのかなこれゼロだ。 ここで行くんかなお、いった。はい。1枚ゲット。あとは、交換所に変えちゃうか。 あとは、えー、っと、いや、定品を、あいい感じで来てくれましたね。はい、これで、えー、泣きの1回、60回目、<laughs> 60回目、6いや6回六6回し分だから18000円、まあ単純計算で一18000円ですね。もちろん、いろいろと相手も使っているので、実際に使った額は1500円ですけれども、 一万八千分です。このゲーム上では一万八千分ですね。さあ、最後、すぐ送しますよ、僕は。ポンあ、意味がなぁ。さっき。<laughs> お前さ、これやめようよ。五枚とかさ、嫌がらせですかねお前どんだけ、どんだけですかどんだけキュベレーマックスの <laughs> あ、じゃあキュベレー三、四切しちゃおうみたいな話ですよ。やめて。 70回目。どんだけ欲しいんだいや、結構欲しいんですよ、真面目に。<laughs> 行くしかねえよ、もう。<laughs> はい。ここからガチ課金になりますから。1500円はもうお布施だと思ってるんで。えー、70回目です、えー。すぐ押すよ。あー、これ出ないパターンですね。はい。残念。ナイス。ナイス。ほい。 4,500円です。実際のお金70件2万1000円。ゲーム内2万1000円。実際のお金4,500円。もう、もう足りないんでね。うん、はい。ここまでです。もう、俺の戦い終わったよ。<laughs> 赤い、アラッカーはそこにいるようだ、うん。残念ながら、もう、まあ、とりあえず、うん、銀でも作ってみようかな、みたいな感じですね。銀でもいいから。うん あれがね、ステレスモードがないだけだったら銀でもいけんじゃん。ステレスモードは別に私のプレイスタイル使わないし。とりあえずこれを作って、で、レント上げて狙うって感じですかね。そんな感じです。ちょっと長くなりましたけども。なかなか久々に、その強い弱いというよりは熱い。<laughs> なぜか僕はキベレに、キベレケイトに愛されるハマー様。クルツー <laughs> という感じでございました。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。